自動で整列するスリッパが宿泊客をお出迎えします。日産自動車はあらゆるものが自動で整列する旅館の映像を公開しました。日産が開発した自動駐車技術を活用したもので、玄関や客室の天井に設置されたカメラが位置情報を把握することで、スリッパや座布団、リモコンなどが空いているスペースに自動で整列します。動画の舞台となっているのは箱根で創業300年以上の歴史がある一の湯本館です。